ご視聴ありがとうございますえ、今日はラグジュアリーな雰囲気の中、<laughs> お送りさせていただいております。え、いつもあの動画はあのなんだえっとビデオカメラで撮らせていただいてたんですけども、今日 zoom でね。えっと録画をして、えー、どんな風に撮れるかなっていうのをちょっと挑戦をしております。えー、お付き合いいただけたらと思います。今日のテーマはですね。えー、漢字の覚え方についてです。 えー、漢字の覚え方といえば、えー、これドラえもんの、ね、<laughs> 漢字を覚える本っていうのがあるんですよ。でね、えー、ドラえもんの漢字を覚える本は、えー、2種類、えー、私ね、学級文庫に置いてあって、えー、いるんです。さあ、問題です、えー。その2種類、えー、どう違いがある本だと思いますかさあ、どうでしょう。 じゃあ正解をお見せしますね正解は、じゃーん、えー、こちらの「歌って書ける漢字1006」と、こちら、「絵で見て覚える、えー、小学生漢字1006」100えー。どっちもね、えーと、漢字を楽しく覚えるための本なんですけども、えー、これ、どう違いがあるか分かりますかそう、こっちはね、「歌って書ける」って書いてますね。 こっちは見て、絵、えーえー、で見て覚えるんですね。<laughs> そうでね、えー、なぜ2種類あって、えー、それぞれ、えー、と売れるものが違うのかってことですよね。で教室で置いてあっても不思議とね、えー、と子どもたちの様子見てるとね、えー、とこっちが、あのー、覚えやすいよってことね、いやいやいや、えー、と歌って覚えるよりも、えー、と絵で見て覚える方が、えー、これ楽しく覚えられるよみたいなね、<laughs> 分かれるんですよ。 まあ若干、こっちの方が多かったか、絵で見て覚える、を取る方が多かったかなっていう気はなんとなくしてるんですけども、そうなんです、えー、人間って、えー、この覚え方、学び方だと覚えやすいなっていう,う特性、特徴があるんですよね。えー、脳の仕組みとしてね、これが得意だよみたいなね。<laughs> そう、えー、学び方は人それぞれ違いがあるということなんですね。うん で、その得意な学び方で、えー、と学ぶことができたら、その子たちは楽しく勉強することができるというわけです。で、自分に合った、えー、と学び方って何だろうっていうことを一緒に探していくのが特別支援学級、個別の、ねえー、と支援ができる特別支援学級なんだろうなと思うし、これは何も通じ特別支援学級だけではなくて、今、通常学級で、 えー、個別最適な学びっていうことが言われてますけどもねあの令和の新しい教育の協議、えー、会の答申でも出てましたけど、えー、文科省のね <laughs> そうなんですそんなことをちょっとこう意識に置いていくと、えー、その子にとって、えー、学びやすい学び方って一体何なんだろうなとかその子の特性って一体何だろうってところに関心を持ってね、えー、何もこちらの教え方 で子ども、えー、の学びやすさで、ねえー、こちらが教えてあげるってことがとても大事なことなんじゃないかなって思ってそういう意味ではね子どもに関心を持つっていうのがとても大事だし私自身もとても大事にしていたところです。で子ども自身もそんな自分自身に関心を持つってことですよね。何もノートに漢字を20回書くことが漢字の勉強法なわけではないわけです。 今、ね、いろんな感じの勉強法がありますのでね、えー、きっと、えー、今漢字が苦手だなと思ってる子もあこれだったらできそうっていう、えー、学び方がきっと見つかると思います、えー、そんなみ学び方が見つけられるとうしいななんてことを思ってます、えー、今日は人それぞれ、えー、得意さ苦手さがあって特性っていうのがあるんだよってことでその特性に合わせて学び方を こう合わせていくことによって、その子の力が伸びていくんだよっていうお話をさせていただきました。えー、ちなみにあなたはどちらの派ですか？歌って、えー、覚える派ですか？それとも絵で見,見て覚える派ですか、えー？またよかったら教えてください。では今日のお話は以上になります、えー。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。